日本シリーズ2023第6戦、これよりマウンドに上がるバファローズの先発ピッチャーは Come on!
Thank you.
使って3勝3敗タイに戻すということになりました。試合を終えて今のお気持ちからお聞かせください。山本投手の声を待っていたと思います。この声援聞いてまずはいかがでしょうか。
いやもう本当に皆さんの声援に、背中を押されて、はい、最後まで投げることができました。ありがとうございます。どんな思いでマウンドに上がったんでしょうか。まあ、調子もしっかり上げてこれてたんで、まあ、みんなは心配してるだろうなと思いながらマウンドに上がりました。こんな心配も吹き飛ばすような素晴らしいピッチングでした。担当のピッチング改めていかがでしょうか。まあ、先制点を与えてしまったんですけど、調子は良かったのでしっかり落ち着いて、投げることができたと思います。そして日本シリーズ新記録となります14奪三振。この新記録というのはご自身ではピッチングをしながら気づいてらっしゃいますか。やっぱまあ三振は、取れてるのは気づいてたんですけど、もうとにかく1イニングに集中して、はい、気にしないように投げてました。さあこんな中2回、まあ、先制された直後、隣にいる中月選手の同点タイムリーですぐに追いつきました。あのバッティングはご覧になっていかがでしたか。4戦目に、ぐらい、まあ、すごい悔しい思いをしているのを見てたんで、はい、まあ、やってくれると思ってました。はい、さあそんな山本投手からもお墨付きをもらいました同点タイムリー若月選手です。今日は最後の戦ということでしたけれども、どんな思いで試合に臨みましたか。負けられない試合ですので、はい、もう頑張ろうと思いました。3年連続最優秀バッテリーとこの2人でこのポストシーズン3度目の正直結果を出しました。終えてみていかがでしょうか。そうですね、2回失敗してしまって、本当にチームに迷惑をかけてしまったんですけど、さすが由伸ですね。そんな由伸投手に同点タイムリーヒットプレゼントしたわけですけれども、あなたに振り返ってもらってよろしいでしょうか。いやもう本当に早いことを追いつこうという思いでした、ね。はい、さあそんな同点タイムリーの後、まあ、逆転もしたわけですが、その後3番起用に応えました紅林選手です。なんか言うてくれそう。相手が王者をかけた状態の第6戦、どんな気持ちでまずは試合に臨んだんでしょうか。そうですね、まあ、今日3番に入ったんですけど、まあ、そこは、まあ、気にせず、まあ、いつも通り、はい、求められたところで求められた仕事をしようと思って出してもらいました。あれだ3番に行くぞというのは心を言われたんでしょうか。3番で行くぞというのを中島監督からはいつ頃言われたんでしょうか。そうですよね、3番で今日行くぞというのを中島監督にいつ言われたかと、まあ、その時の心境というのを教えていただければ。大丈夫か。監督からは選手が送りバントを決めた後のランナー2塁での打席でしたけれども、どんな気持ちで打席に入りましたか。もう後ろに森さん、友達さんというやっぱすごいバッターがいるので、まあ、僕はもうそれにつなげるという気持ちで打席に入りました。見事放った打球はレフトスタンド一直線でした。手応えはいかがでしたでしょうか。そうですね、すごいそして紅林選手、クライマックスシリーズファイナルステージ第1戦ヒーローインタビューで、由伸さんがああいう感じだったのでというふうにもお話をしていました。
ってたな。今日のピッチングは後ろで守っていて、どんな風に映ったでしょうか。そうですね、日本人戦の初戦もああいう感じだったので、まあ今日はやってくれるだろうと思います。神様や。山本投手、こういったことを行いましたが、今いかがでしょうか。はい、ありがたいお言葉、ありがとうございます。山本投手からお三方、一言ずつ力強い言葉お願いします。はい、もう明日、しっかり決めて中島監督を日本一の監督にしましょう。泣いてもらってもあと1試合ですので、明日こそ、明日も全員で勝ちましょう。松井選手、よろしくお願いします。今日の日常は山本投手、若月選手、そして紅林選手でした。報道陣どうぞ。それでは皆さん、今日の勝利を祝いましょう。